こんにちは。日本のマスコミではあまり報道されていないだけど知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナー、ニュースチューブです。世界の経済や株価や FX に影響を与えそうなニュース、また世界の平和を脅かすようなニュースの表話とたまに裏話もお届けします。今回はですね、中国の超厳選シリーズということでね、勝手にちょっとニュースチューブの中で やらせていただいてますけれども、日本が今仕掛けられていること、中国にね、そして RCEP でですね、人物金の移動がものすごく自由になりますので、これからですね、今までやられていることが加速するという意味で、いかに今回日本の土地が中国に買われているかということについて、サクッとですねお伝えしたいと思います。ではその本題に入る前、一つだけ神尾 TV からも重要なお知らせをさせてください。今まで神尾 TV ではですね、コロナに関連する日本のマスコミが報道しない情報とかですね、やっぱそういう裏話なんかあったんですけれども、それやったらダメと YouTube さんに怒られてしまいました、そして今はですね、もう規約ができまして、全世界誰もマスコミが言ってることと同じことしか言っちゃダメ、反対意見は一切 YouTube で言ったらダメというふうに決まってしまいました、なので今は別の SNS で最新情報をお届けしています、YouTube では内容がやばすぎて消されてしまった動画が3つもあるんですが、そちらの SNS で復活させてます。メルマガでのみ動画を見る方法をお知らせしてます。 YouTube で本当にこれ以上言えませんので、大切な情報を見逃さないためにも、まだの方はぜひメルマガを登録しておいてください。動画概要欄にリンク貼っております。お願いします。もちろんした費用はかかりません。完全に無料です。そしてその消された動画の内容は絶対にあなたに知っておいてほしい情報です、特に女性の方は必ず一度は見ていただきたい内容となっております、ちょっと面倒くさいんですが、 YouTube の規約の関係で YouTube ではリンクもお知らせできないという決まりになっておりますので、お手数をおかけしますが、メルマガの登録をよろしくお願いいたします。お願いします。前回もお伝えしましたけれども、2022年1月1日、日本を変える、これから日本の将来を変えてしまう大事件が起こりました。それが RCEP 発行です、前までから決まってたことなんですけどね、発行したっていうことはもうこれからその世界になったっていうことなんで、どういうことになっていくのかということをお伝えしたいと思います、で、今回はですね、いかに日本の土地が買われているかっていうことね、なんですけれども、農水省がですね、山林の外資買収についてこれ毎年公表してるんですよ、2010年ではですね、43件831ヘクタールだったんですけれども、10年後2020年にはですね、465件、10倍以上ですね、そして7560ヘクタールに膨らんだということです。で、7560ヘクタールってどんくらいかなっていうことなんですけれども、山手線、東京のね、山手線で電車ありますけれども、ここの内側が6000ヘクタールらしいです。ちょっと分かりにくい？全然分からん。まあそんなに環状線で、大阪環状線で言って、環状線で言っても分かれへん。 USJ 何個分いや全国的に見るとだいぶ分かりにくいからな。東東部に何個分いや80キロメートル、平方キロメートルぐらいかな。だから80キロ四方ぐらいかな。まあそれはね、計算した。だからそれがどれくらいか分からん。7分で何個分いや考えるまでもない。結構だから、市町村レベルですね。一つの市まではいかないんですけれども、ちっちゃい村とか市、町とか市だったらもう、そんぐらいのところですね。ちょっと微妙にでかい、こうやったら文京区、千代田区、港区、渋谷区の一部、新宿区の一部っていう感じなんですけれども、結構でかい範囲ぐらいの、ぐらいの土地、これ山林だけです、森林ね、山林だけが買われています、しかもですね、その水源とかも多いんですよね。ああ、そう、水ね、で、これ以外にも農地があります、で、農地、宅地もありますね。そして、観光施設とかももちろんあります、で、実際に公表地にカウントされてない事案がもういっぱいあるって言われてますね、あとよく言われ、大阪とかでよく言われたのは、マンションの最上階とかね、元中国人投資家、そうですね、特に大阪のタワーマンションの最上階は中国人投資家が柴田信介さんって言われてしんすけさん出てきた。どっちかが買ってるって。いや。どっちかが持ってるって。不動産業界でよく言われてました。そうですね。大きいですね。それは僕も聞いたことありますね。
新助さんそこまでかと中国人の富豪たち何人束になっても違う新助入ってくるし天下の新助さん、ね、でこの公表値っていうのはですね、まあ、国が出してる数値っていうのは、うん、中国人が買ってますよって明らかに分かってるやつだけです、はい、でこれはですねそのダミーの会社使われてたりとか、うん、日本法人を作って日本人にを経由して買ってるとか日本法人を作って買ってるとかの場合は分からないんですね、うんはい、株は中国人の人が持ってても日本法人してたら、うん、中国人の場合としては買うとならないしそう日本人を通して買うってこともあるとそう、うん、なのでもう実態はですねものすごいことになってるんではないかということですねそれダミーとかペーパーカンパニー使ってるってことですねそうですねで特にですね北海道とか対馬とか沖縄諸島を含めた離島の土地買収が加速度的に今進んでいるというふうに言われてます、はい、つまり端っこですね北海道そして沖縄の方、うんまあ、対馬もまあ端っこじゃないですけども、ね、そうですね、うん、そこら辺の土地買収がめちゃめちゃ進んでいると、うん、観光施設だけじゃなくてですね自衛隊基地周辺も買われてる、はいうん、これはやっとその去年かな、うん、あの国防に関わることなんでどういう人が買ってるのかちゃんと調査しましょうっていうような案が通ったところで、ね、禁止やな、ね、そう禁止じゃない禁止じゃないまだねでもやっとその芽が出てきたっていうような感じなんですけれども、うん、実際ね、うん、買ったあかん禁止の法案も出されたんですけどね、うん、どっかの党が反対したんで、うん、そうですね、うん売国ですね。ああまあまあまあ。はい、すみません。誰やどこの党や、うん。まあそんなん調べたらすごい分かるんで。で、うん、ねあ太陽光発電の土地とかねそういうのもたくさん買われています。でそういうこともあってですね昔は辺境の地まあ地方の都市とかですね地方のまあ加速化しているところっていうのはどんどん無人化していってたんですけれども、うん、加速化してったら次は無人化していって次外国化していって外国化イコールも中国化していってるっていう事例がだいぶ出てきてるようですね、うんはい、日本の高校なのに中国人の方が多いよとか、うん、そういう事例も出てきましたよっていうことを違う動画でお話しさせていただきましたけれどもそういうことが起こってきてるようです、うん、そして、一部の中国メディアはですね、うん、2027年には北海道は中国の32番目の省になっているだろうとほほほいうことまで言っているわけです、うん、実際ですね今ニセコ、うんまあ、そのスキーとかで有名な観光地ありますけれども、はい、中国系資本がリゾート地の約 60% を買い占めているとほほほこれ公表値ですよ、うんうん、だからこれペーパーカンパニーとか使ってたりとかあのそういう場合はこの 60% に入ってないですから、はいはいはい、もう実際はもっとなんではないかということですね。いやニセコって日本ですよねっていう話です。だからどっちかというと日本の方が日本人の方が日本人オーナーである方が少数派になってるってことです、はい、もう今やでもニセコめっちゃ外国人に人気あるから、うん、商売うまいよな。うまい中国の方がねうまいやっぱりね。オーストラリアとかからも来てますもんね、うん、観光客もコロナ前ね、うんでなんでねここまでできるかっていうと、うん、もちろんその商売的にうまいっていうこともあるんですけれども、うん、中国人にとってはもう税金も払わんでいいということになってるみたいですね。ほうどうやらニセコとかね、うん、あの長野県あの白馬とかいろんな有名なそういうスキーとかの観光地ありますけれども、はい、ホテル建てて部屋の、 あの分譲し始めると日本人ですよ、うん、そこは部屋の分譲をすると中国人がまあ、ほぼ買い占めるというようなことが起こってまして、しかもオーナーは中国にいて、うん、で管理は日本の会社がする、はいうん、でオーナーは本拠地中国やから、うん、固定資産税とか住民税とか法人税とかが追いかけれないというようなことが起こってるみたいですね。今ってさっきも言いましたけれども中国人だけじゃないです。外国人がそのペーパーカンパニー日本っぽい日本で企業を作って、うん、そして、実態はないですよペーパーカンパニーですけれどもね。それでも日本の土地買うのは結構簡単なんですよ。おう、うん、で外国でその売買される日本で買ってその人が、まあ、オーナーになってその人が誰かに売る
だから普通はそこで税金が発生するわけじゃないですか、うん、不動産取得税とかね、そういうもの取れない、もうどうなってるか分かんない、うん、で、相続とかもありますよね。で相続税ももうなくなったかどうかも分かんない、取れないっていうことになりまして、この日本の土地なのに日本人はちゃんと取得税払ったり相続税払ったりっていうことでちゃんと税金を納めているわけじゃないですか、うん、それを日本の国としたらもう言うたらそこはもうブラックボックスになって思って取りっぱぐれてしまうっていうことが今起こりつつあるということなんですね、はい、うん、登記簿謄本とかってもダメなの？登記簿謄本とかあるはずだけどそれでもダメなの？ダメみたいですね。今実際に取りっぱぐれるっていうことが起こってるみたいですよ。まあ、国税とかも日本国内では強いけど海外はそんな強ないみたいですからね。それは取りにはいけないでしょう、うん、ましては中国なんてですよね、うん、ってことで、まあ、日本人にとってはすごく辛い国になってきたなっていう感じですね、うんうん、でもそうやって土地をめちゃめちゃ買いやすくしてる国なんか他にないから、みんなだからそうやって税金対策というかですね、なんかこうすごく美味しい思いができるっていうことで海外の富裕層が入ってきて日本の土地買うと、うんうん、観光施設買うというようなことが起こっているということですね。日本は土地、外国人から土地も買いやすいし永住権をもらいやすいし、うん、期間もしやすいし、うん、やられたい日本からしたらやられたい放題。やられたい放題です。というような。何取締まる法律作らないですか？ね。作らないんですよ。なんでですか？なんでですかね。もうだから日本の政党じゃないというか、日本人の政党じゃないというか。日本人の政党じゃないというか、そういうことになってきてるんですよね。うん、ね、日本人のために動いている政党とか、まあ、政治家じゃないということとか、ね。まあ、ちなみに日本は。帰化条項っていう選挙の時ないですからね、うん、それはもともと中国人の方が日本人に帰化して選挙出るのはまあこれ OK なんですけど、うんうんうん、これ日本の法律の公職選挙法でそれ言わなくて OK、うん、そうですね、まあ、国はもう日本ぐらいで、うん、アメリカも中国もあの中国でさえもね韓国もちゃんと帰化条項ってもともと何人でどういう、うん、経歴で元国籍でしたかっていうのは全部公表しないとダメなんですけど、うん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 、それを見た上で有権者を選ぶような問題はね、もちろんないですけど、うん、日本はそれをしなくていいんで、うん、元中国人とか元韓国人っていっぱいいますからね、政治家の中で。そうですね、うん、そして、まあ、政治家さんだけじゃなくて公務員でも、うんうん、もう外国人に怒って、うん、外国人も OK で見てるんで、はい、いつの間にかですね、だから土地もここ住んでるのは実は土地建物実は中国人オーナーだった、うん、とかあと行政のサービス受けてるのも、まあ、中国人が作ったサービスだった、うん、とかなんだこれ日本じゃないじゃないか実態はっていうことも実は起こっているのではないかということですね、うん、日本のために何かするよっていう人が立ち上がったらメディアが一斉に潰すんですよ、ね、そうですね、なぜならメディアもほとんど中国人だからね。はい、あの暗くなってきましたけれども、まあうん、これはね、まあ、チャンスだと思ってチャンスだと思って取り組もうじゃないか。だからもうしょうがないこんだけボコボコにやられてるから、うん、あのですねこう目を見開いて、うん、もうこのサービスはどうなのとかこういうこの会社は本当はどこの資本なのとかね、うん、そういうのをやっぱりみんなでこう見ていこうと、はい、うん、そういう概念にしたらいいんじゃないですかね。なんか政治家っぽいこと言って選挙出んの？いやちゃいますけれどもやっぱりその中国人の方が買った土地を7伏したら10倍で買い取るっていうサービス始めたら、そして取り戻そうぜ。いやいやそれなりのもうニトリみたいなことできないですよ。えニトリがね北海道のある建物をね、うん、あの一般価格の23倍で買ったっていうニュースがありましたけどね。うん、ごめん知らんかそんなすべてなんかツッコミができますよ、ね、ニトリってものすごい親中なんですよ。はい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 っていうようなね、うん、あこれでもね中国だけじゃないです。中国ももちろん買ってきてるんですけれども、はあ、去年ね、うん、ニュースになったのがゴールドマンサックスがですね、はい、大阪の泉の物流施設開発用地5万2000平方メートルを取得したというようなことが4月に発表されました、うん、ゴールドマンサックスがですね結構舞島とか夢島とか含めて、まあ、結構大阪で土地買いまくってますね、
うん、というのもあります。なので、まあ、中国が買いやすいってことは、もう見たアメリカも買いやすいんでね。ゴールドマンサックスはでもそれカジノに売りつけるためでしょ、うんうん、そうです、転売でしょ、転売、あ、うん、そうですね、彼らの得意の、うん、あとで高く日本企業にっていうか大阪がお金出すこと決まったんで、うん、大阪に高く売りつける気でしょ。ああなるほど、ゴールドマンサックスは、うんうん、まあ、だからゴールドマンサックスの候補が竹中平蔵なのから、うん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 、なるほど。だからアメリカがやってるのは転売目的 で、うん、で中国がやってるのは侵食目的というか、うん、侵略目的というか、そう、そういうことですね、うん、やられ放題、やられ放題だ。あれ中国の土地買ったったらいいな。習近平さんの家の土地前に買ったったらいいな。いやいや絶対買われへん、中国に買われへんから ね、 ね、本当にね、うん、もうそういうでもちょっとなんかこう軽くなるようなことないかな。だからね、うん、こうそういうふうな裏を見ていくっていうことをこれからみんな始めていければいいんじゃないかなって思ったりするんですよね。はい。だってもう5年後に北海道なくなるんでしょ。うん、京都もほとんどやられるんじゃないかな。え、京都？京都ももう中国資本めっちゃ入ってるじゃないですか。うん。うん、京都のね政治家構造を見たら分かりますけど。はい。日本は、日本はこれ李首相がですね1995年に京都なんか警察弱いからね、うん、そうですね、うん、うん、ほら1995年にあの李首相がですね、うん、あのオーストラリアのキーティング首相にですね、うん、日本という国は40年後もうなくなってるんじゃね、うん、っていうふうに言いましたけれども、うん、2035年です、はい、その頃から言うと実際にですねもうこれ進んできてるじゃないかと。ってことは中国も27年前か少なくともやってたってことね。やってたってことよ、うんうん、ちょっとずつ、うんうん、規制緩和させ、それはアメリカもやってきてかもしれないけど、うん、どん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 土地とか買いやすくして、うん、中国人入りやすくしてとかね、いろいろもう何十年も前からやられてることなんですね。でも中国は日本だけじゃなくて当然全世界、そう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 、だからどこの国行ってもチャイナタウンありますからね、うん、そうですね、うん、それは戦略的に中国がやってる、そして何十年、10年、20年経ってきてそれが功を奏してきたというか、やっと巻いた種がですね、ぶわっと発芽してきたというような感じじゃないですかね、うん、なるほど、うん、なんか中華になりますよ、これから世界が、はあ、日本は土地とかそういう 物理的なも中国は進出してますけど、うん、もう文化に関しては韓国は完全に進出してますよね。あ、そうですね、うん、まあ、ただコリアンタウンも多いですけれどもチャイナタウンも多いじゃないですか、うん、文化という意味では、まあ、あの溶け込むだって芸能界のことの韓国、あ、そうだね、うん、だから韓国の場合はですね、まあ、ちょっと溶け込むのがうまいですね、うん、浸透させるというか、中国の場合はそこで、まあ、固まってしまう、コミュニティ作るね、コミュニティ作ってしまう、まあ、そういう、まあ、いろいろこう国によってやり方は違いますけれども、中国にはそういうふうに攻められているということですね、うん、韓国には文化で攻められているということですね。中国も文化で攻めてきてますよ。その話をまたさせていただこうと思います、はい、今回はここまでさせていただこうと思います。はい、くらいだけやだからこうやって目を見開いて生きていこうぜっていうようなお話ですよ。どうしたらいいのか分かりません僕にもね。もうこういうことがあるのにお伝えしないのはおかしいじゃないですか、うん、何メディアでやらないですか、うん、それはだから親中やからね、中国資本やからね、中国のテレビ局やからねっていうことよね、うんうん、新聞も、そういうことですよ、もちろんもともとですから、それは、うん、それはもう日本の新聞社なんか一個もないからね、戦後は、うん、もともと、うん、お正確に言うと、もともとは中国とアメリカの、ね、新聞社やったけど、アメリカの新聞社も全部中国に売っちゃったからね、うん、亡くなったというなんです。暗い話しかないよ。違う、こういうの面白がっていこうよ。うん、だからこれからもこうメディアは報じないですけど、日本人として知っておくべき、絶対に知っておくべき大切な情報は神の TV でお伝えしていきたいと思います。あと冒頭で言ったらですね、コロナに関連して全く同じことが言えるんですけど、メディアは報じてないでも本当に大事な情報ってたくさんあるんですけども、ちょっとこの YouTube で言えなくなってしまいましたので、その情報を送りさせていただくと、今の方はぜひメディアの方登録しておいてください。動画選びに買っております。この動画をここまで見られてまだチャンネル登録しておられないあなた、ぜひチャンネル登録お願いします。あなたのチャンネル登録は僕らの力になります。高評価ボタンを押して応援もよろしくお願いします。お願いします。動画概要欄にも動画に関する詳しい説明を書いておきますので、復習の横までぜひ一度見てみてください。 Twitter、Instagram などのリンクも貼っております。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。あの、はい、ちょっとりょうさんに聞きたいんですけど、はい、りょうさんって
おせちは大晦日に食べるタイプですか？いや普通じゃない。え、どういうこと、どういうこと。なんかさっきかそれで文句ばっかり言ってるんだけど。おせちを、おせち料理を、これ僕のインスタをゆいちゃんスクショして、スクショスクショしたの、ストーリー投げたやつをスクショしたら、なんでスクショしたいや衝撃的すぎて消えてまうからね。そうそうそう、あの、うん、大晦日に、うん、まあちょっとこうインスタ見てたら、うん、リオさんあげてるわと思って、うん、なら、あの、もう、まあ、見た通りお蕎麦、お蕎麦は分かる分かる、うん、年越し蕎麦、はい、えらいなんか上にいっぱい乗っけとんなって思いながら、うんうん、それはええ、これソーセージ何、エビ天やん、エビか、エビ天、エビなものとのエビミス、エビミス3本に、え、これ一人で食べんの、ニシンと食べるで、おせちもなんかもう並んでるじゃないですか、はいはいはい、で私も衝撃的すぎて、こんなに食べるの何おせち、何食べてんの。おせちはだって1日の朝に、そうそうそう、はお雑煮、おせち、おとそで、はそんなもんでしょ。元旦食べるの。元旦ですよ、元旦から、元日から3日間食べるもんですよ。いや大晦日が食べる、食べへん食べへん食べへん、うちはそうやったもん、うちはって、あ、実家、実家カーチラガロだけそうなっちゃう日本でカーチラガロだけ特殊。なるほどなるほど、簡単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 、みんな皆さん簡単っすね、簡単、うん、え、うん、だからもう衝撃でしたよ私大晦日にあれ食いしん坊だけやって、食いしん坊だけまず第一に食べてもええよそれは別に、いや別にええけどな、いやいいですよいいです、年越しそばを元旦食べたらおかしいって突っ込まれても分からないではないけど、おせちええよ、いや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 、あとさらに調べたらおせちはもともとは大晦日に食べとったやって日本人で、ええー、いつ出てきた、さっき調べたら歴史的に、だから君たちアメリカナイズされてやな、1日に食べるっていうふうになってるけど、アメリカ関係ないやろそこは関係ないやろ、僕は古来から日本の文化を守ってんねん、いや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 、たまたま今見つけただけやろググった出てきただけやろ、正当な日本人やねん、おせちを年末から、うん、はあ、まあでも地域によってあるって書いてあったから、うん、まあ地域的なことじゃないの、カーチナガロ、カーチナガロの皆さんそうなのかな、知らんけどカーチナガロだけじゃない日本古来はそうしてたって書いてあるから、 あれや、日本古来の文化がカーチナガロでやめくめくと残ってるんや、日本、うん、だからこうちょっと鎖国してたからな、正当な日本文化を継いでなるほどなるほど、アメリカないでさいやいやいや、アメリカちゃうわ急におせちやのにアメリカ出てくるだってそばで十分じゃないですか、こんなにそばだけ食べろ、そばだけそばだけそばだけ、しかもこんなに足りる、いやいや足りる足りる、そばだけ食べ過ぎ、年越し食べ過ぎ、もう胃もたえして年越しするのに、年越しはおせちと、うん、あ、おせち残りのおせちと、うん、タイ食べるんです、タイめでたい、それは正月になってからやろ、正月に元旦、うん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 、うん、そう、年越しながらそば食べておせち食べるの、そうか、12時にゴーンって風につけて聞きながら大晦日の夜は年越しそばとおせち食べる、へえ、で元旦は元日はおせちとお雑煮と、うん、めでたい鯛食べる、へえ、ちょっと文化系違うね、文化系は、カニ鍋食べる、めっちゃすごいそれただのちょっと金持ち、ただの金持ちちゃうの日課は実家帰る、お前の予定聞いてないわお前のルーティン聞いてないわ、4日は京都行くあ、お前になちゃうんちゃうわね、ニューイヤー、ね、ルーティーンでちょっと動画上げてください面白そう、でも4日間な、え、伊勢とか行くの、あ、それはまた2月2月、旧暦の正月っぽいってからね、あ、なるほどなるほど、あ、まあいろいろもう決まってるんですよね、ルーティーンが、うん、もう1年通して行くとこが決まってる、正当な日本人なんで、あ、そうなの、正当なの、アメリカナイズされてるから分からないと思います、何
やねんアメリカ。多分文化系の問題と思うけど、おせち食べる時期。そうかな。じゃあ食いしん坊だ。食いしん坊ほどじゃないと。食いしん坊と思う人はいいねお願いします。じゃあまだまだチャンネル登録と高評価ボタンでね、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ大晦日はお母さん大変よ。え、いやおせちを食う方が大変よ。そばだけの方が大変じゃん。おせち出すだけよ。え、じゃあおせちは3日間ぐらいかけてやな、うん、もう今作ったとこ出来上がったとこでもうすぐに食べられてなくなったらどうなるの。悲しい悲しい。え、そうなの。3日間持つん。3日間2日までは持つね。うん、まあダメ3日。食べ過ぎちゃう。だから1人でめちゃ食ってる。それは勝手や。確かにそうや。エビ3つのせよと僕の勝手や。3つやで、ね、それはいいやで、ね、1本やろ普通。エビ3つ大人やから自分のお金で買ったんだよ。ミシンも乗ってたらお母さんに無理言って買ってもらったんちゃうの。自分のお金で買ったんだよ。ええよそれぐらい。それぐらいの贅沢してもやろ。正月やぞ、それぐらい贅沢させてくれ。いやエビ3本で、ミシン1本で、ね、タンパク質多すぎやろ。こんな食べる人もフードファイターいるから。フードファイター編楽しみにしてください。